お腹がどこにあるのかと聞かれたら、ほとんどの人はおへそあたりを指すのではないでしょうか。これ違うんです。実際のところお腹は肋骨の後ろに隠れています。胃は信じられないほどの能力を持っており、最大 5.6 リットルの液体を保持することができます。大きなコーラのボトルと同じくらいといえば分かりやすいでしょうか。硬い食べ物は胃に入る前に歯で処理されるため、どれくらい食べられるかを推定するのはかなり難しいんです。七面鳥を入れるスペースはありませんが、ちょうどいい大きさの鶏肉なら入るかもしれませんね。臓器といえば、科学者は虫垂がいずれ消えてしまうと信じています。なぜ虫垂が必要なのかは誰も知らないのですが、先祖が木の皮を消化するために存在したのではないかと主張する研究者もいます。ですが、そのようなものは現在の食事に取り入れていないので、虫垂は必要ないのです。そのため何の影響もなく私たちの体から消える可能性があるのです。このように必要のないものは虫垂だけではありません。親知らずもそれほど役に立たないのです。かつては先祖が歯を失うたびに重宝されましたが、今では親知らずはそれを抜くのにかかる費用だけがかかってしまいます。実際のところ、虫垂、胃、腎臓、肺がなくても簡単に生き残ることができます。余分なパーツがあるだけでも嬉しいですよね。ところで皆さん、自分だけのボディーガードがいるって知っていましたか？肝臓は毒素やその他多くの好ましくないものから我々を守ってくれる警備員のようなものなのです。また肝臓は不死身で再生も可能。肝臓はたくさんの働きをするとても重要な臓器で、500もの個体機能を担っています。その 10% が脂肪でできているんです。肝臓は再生可能でもあります。そう、肝臓が半分以下しか残っていなくても元の大きさまで再生することができます。心臓は平均して拳と同じくらいの大きさなんですよ。11万5000回拍動し、1日に約2000ガロンの血液を送り出しています。右の肺は左の肺より大きいのですが、これは体が心臓のスペースを確保する必要があるため、人間は1日に70万個の皮膚片を含む様々な種類の破片を吸い込みます。胃は最も重要な免疫防御器官。胃の中の塩酸は食べたものと一緒に入ってきた危険な食物の毒素、ウイルス、細菌を殺します。この酸は胃そのものも消化することができますが、粘膜がそれを守ってくれているのです。温かいお風呂に入るとカロリーを消費することができます。これは最大30分歩いた場合と同じくらいのカロリー。我々は立っている間、1時間あたり100から200カロリーほどのカロリーを燃焼します。身長、体重、性別、年齢にもよりますが、座っているときは60から130カロリーが消費されるのです。蚊に刺されたとき、体自身が腫れやかゆみを引き起こすのです。蚊が肌を壊した際、免疫システムは昆虫の唾液を異物として認識するため、体から侵入者を洗い流すために特別な反応を開始します。ヒスタミンと呼ばれる免疫系によって生成される化合物は、噛まれた領域の周りの血流を速くし、腫れを引き起こします。またヒスタミンは最も近い神経に信号を送り、かゆみを引き起こすのです。飛行機の食べ物は地上の食べ物とは味が異なる可能性があるのです。これはキャビン内の乾燥と圧力により、味蕾の感度が最大 30% 失われるためです。特に塩辛くて甘い食べ物がその対象になります。唾液なしでは食べ物を味わうことはできませんよね。味蕾には様々な味を認識する化学受容器があります。しかしそれらの味が分子に結合するためには、いくらかの液体が必要となります。また唾液で溶けないものは味わえません。どんなにサラダ、スープ、肉を食べてお腹がいっぱいになったとしても、デザートを詰め込むことは誰にでもできますよね。体はしょっぱい味には飽きますが、アイスクリーム、ケーキ、チョコレートなどの甘いものを見たり嗅いだりすると脳が興奮するんです。そして喜びのために全ての満腹信号を無効にします。それに胃は柔軟な器官。砂糖はリラックスさせてデザートを入れるための場所を物理的に作るのを助けます。頼りになりますね。舌は体の中で最も強い筋肉の一つです。
この期間には1万以上の未来があり、各未来には微細な毛で満たされています。未来の仕事は食べ物を感知して味を区別し、適切な消化プロセスを開始するために脳に情報を送ること。一生の間に舌のすべての小さな隆起は特別な個々のパターンを作ります。だからこそ専門家は舌の模様は指紋と同じくらい個性的であると述べているんです。舌は甘さ、酸っぱさ、そして塩辛さを感じる箇所を別々に持っているわけではありません。舌、口蓋、そして喉にある8000の味蕾のそれぞれが全ての味を検出します。植物には石鹸作りに使用される化学物質が含まれているため、人によってはパクチーは石鹸のような味がするという人もいます。しかし世界の人口の 4% から 14% だけがそれを検出できる特別な遺伝子を持っているんです。抗菌はその重さからしても人間が持っている筋肉で最も強い筋肉と言えるでしょう。他の顎の筋肉と合わせると大臼歯では90kg、切歯では24kg の力で歯を閉じることができるのです。背骨の記憶力は素晴らしいものなんですよ。姿勢をよく覚えているので変えるのはとても難しいんです。鳥肌は何年も前、先祖の時代からあります。もともと体の毛は敵に大きく怖い姿を見せるために逆立ったのです。同じ理由で猫はシュッという音を立て背中をアーチ状にしますよね。体の約 43% だけが実際のあなたなんですよ。体の細胞の 50% 以上は主に腸に住む小さな生き物に属しています。あなた自身の細胞は微生物の細胞よりも少ないですが、平均して体の中には約100兆個の細胞があります。あなたは一人ではないんです。そう考えるとあなた自身の遺伝子はあなたが実際に構成しているものの半分以下ということになります。体内に生息するすべての微生物を取り、それらの遺伝子を数えると200万から2000万も見つかるんですから。私たちの身長や体型、肌の色は先祖がかつて住んでいた場所に大きく依存していますが、私たちは自身の寿命の範囲内でも新しい環境に適応することができるのです。例えば平野から山に移動すると酸素不足を補うために、最終的にはより多くの赤血球が作り出されることになります。そして当然のことながら、寒い気候から暑くて日当たりの良い気候に移ると肌は暗くなり、それに適応するのです。私たちの寿命は細胞内でプログラムされています。細胞は絶えることなく再生と分割を繰り返しますが、ある時点で停止する一種の内部タイマーがあるんです。また一部の細胞は他の細胞よりも早く生殖を停止します。平均して100歳になると細胞は分裂しなくなるんです。しかしこれは運が良ければの話。つまり細胞を騙してタイマーをオフにする方法を見つけることができれば、永遠に生きることができる可能性があるということ。そうなったら孫たちと一緒に暮らさなくてはならなくなりますね。舌には感覚細胞の集まりがあります。表面に近い味蕾はより寿命が短いんです。だからこそ舌を火傷した後でも再び味わうことができるようになるまで長く待つ必要がないというわけ。指先はとても敏感ですが、唇の方は何百倍も敏感のようですね。って、え？また唇ですか？